だぞ。もうダメだ、我慢できん。もうちなみにあのアーティファクト並んでるやろやろ皆さんも限界です。もう無理だ、なんないこれは。すまん、どんなに言われてもいいから仮眠していいか。あ、7人ペッティ、あの車回収しといたから。あのさ、なんだろうな、10代で彼女からメール来ないみたいなさ。ずっと問い合わせしてるよ今。そう、メールセンター。もう今の子はね、メールセンター問い合わせ分かりません。いやもうやめて、それやめて。もうえぐい、ジジトークしやがって。ジジトーク、やばい、ついていけない、ついていけない。メールセンターってな。嘘でしょ、分かりません今の子。ついていけない、ついていけない。ガラケーとか持ったことない？持ったことはあります。やべー、持ったことねー。うーわ、でもメールセンターって何ですか？え、 i モード通信中。そう、 i モード通信中なんよ。メールセンター問い合わせ中。そうなんよ。嘘だ、待ってくれ。何見てるんですか？やめて、ハイライト。俺が悪いんこれ、うん、やめてね。できなかった。俺がもっと早く生まれていれば。遅い。メールって前までは届いてるのに届いてないみたいな現象があったんだよ。サーバーまでは届いてるんだけど、コキまで来てないよっていう状態が。ああ、なるほどね。問い合わせかけるとなんか一気にバンって来るみたいなガラケーの時代あったんだよ。通信料が高かったからね。そう、それで好きな子から好きな子とメールしてるときに。うん、連絡遅えな、もしかしたら問い合わせしたら来るのかなっつって、うん、5分に1回すんだよ。ちゃんと来てない。こういうのありんですね。ちゃんと来てないんだ。ほんでちゃんと来てない、そういう時は。もう寝ちゃったんだよねっていう、ね、っていうのがあるんだ。そう、なんかいいなそれ。それをね、だからやりすぎて、そのデータ通信してる、通信問い合わせしてる時だけデータのやり取りが発生するから、うん、やればやるだけ電話料金が高くなっていくよね。診療がね、パケホだったらいける。うわ、なんかいいわ、ね、それパケ放題で。知ってる？知ってますよ、私それでしたもん。さすがにね。何それ。あー、もういい場には。はい。ははは、あの通信機みたいな電話。通信機みたいな電話。あー、違う。ウィルコム？ケベル？そう、ウィルコム。はい、ウィルコム ね、 コムね。絶対知らんよ。いや通話だけそっちでやるんですよね。ウィルコム、何回それでマウント取られたか。何じゃウィルコムの利点は。分からん。はい、負け。それ勝っても虚しいだけじゃね。そうよ。血涙流してる今。結論いいわ。